チーターみてえだぞ。今回は私たち3人みたいね。よし、早く探しに行こうぜ。待って、ルフィ。ここはマリンフォード。海兵がうろついているわ。いたぞ、追い詰めろ。ん、あいつら何か。おい、二人とも、あれ、光の。あら、こんなにも早く見つからない。でもあれ海兵じゃねえか。ここは一旦落ち着いて。本当だ。じゃあ、あいつの望みを叶えりゃいいんだな。って、見つからねえようにって言ったば。ルフィらしいわ。チョッパ、私たちも行きましょう。ねえ。聞きたいことがある。一緒に来てもらおう。おい、お前ら。ん、お前は麦わらのルフ。そうか、ドラゴンの息子が来たということは。な、ルフィの父ちゃん。何言ってんだ。ドラゴンと彼女に何か関係が。まさか。なんだか知らねえが、俺たちはそいつの頭の上の輪っかに用がある。輪っか。頭の上の。ねえ、わけのわからないこと。ちょうどいい、来い。はっ、来るぞ、チョッパ、ロビン。任せてる。おお、俺も戦うぞ。さて、どうしましょうか。ドスフルール、グラコ。これからだ。これだ。足手まといにはならねえ。みんなの力、モンスターポイント。俺の仲間に手出すな。ギアセカンド、ゴムゴムのレッドホーク。すぐに黙らせてあげるわ。ミルフルール、ギガンテスコマーのストンプ。みんな、怪我はないか。待ってろ、今行く。あの人数をあっという間に。あなた、もしかして革命軍？革命軍？どうしてそう思うの？さっきの海兵がルフィを見て言ってたでしょ。ただの推測だったけれど、その反応を見るに当たりだったみたいね。残念、外れよ。私は諜報屋のエリザ、単なる革命軍の。ま、この仕事で実力を認めさせて、最終的には革命軍に入っても。なんでこんなところで海軍に囲まれてたんだ。海軍に潜入している同じ諜報屋のウォンバットさんから海軍内部の情報を受け取るために。でも突然連。ところがあなたの正体はバレてし。そういうこと。もしかしたら。だから私は真相を確かめるために彼を探さなくちゃいけないの。ねえ、エリザ、私たちにも協力させてもらえないかしら。ありがとう。でも遠慮するわ。なんでだ。麦わらのルフィがドラゴンさんの息子。やっぱり警戒はしなきゃだし。それに、助けてくれてありがとう。お、おい、輪っかが行っちまうぞ。追いかけよう。町には海軍がたくさんいるはずだ。そうね。なあなあ、
そうね。しっしみんなは俺が助けるんだ。どけ！ダメだ！あ、ええ、やるぞピュッフォース、ゴムゴムのキングコンデスカー！体だ。そこまでよ。ミルフルール、ヒガンテスコマーのスパンク。これからだ。待ってろ、今行く。ダメや。怪物のパワー見せてや。待ってろよ、今助けるからな。俺、お前だ。俺に任せろ。ヘイ。ええ。そうね。にしし。さて、あいつの弱点はどこだ？邪魔だ！ギアセカンド！ゴムゴムの！レッドホーク！これからだ！邪魔するなら容赦しないわよ。ミルフルール、ヒガンテスコマーノ！めちゃめちゃ効いたぞ。医者、医者を呼んでくれ。アームポイント黒点ダイヤモンド。次はどいつだ。ゴムゴムのバズーカ。あら、な、邪魔するなら容赦しないわよ。トレインタフルール、フリップ。
まったく、ひどい子。貴様がスパイだということはバレている。おとなしく投降しろ。ヘマをした覚えはないのに。でもバレたところで投降なんてしないわ。あなたたちには捕まれない。ここまで追い詰められておきながらよくそんなことが言えるな。絶対に逃げ切ってみせるんだから。待て。なんだ。あなたたち大佐、現れました。この海賊めが全員捕まるか。俺の仲間に手出すな。ギアフォース、ゴムゴムのキングコンベッカー。怖くねえぞ。ホーンポイント、確保。エルフ、さて行くわよ。ドスフルール、グラフ。これからだ。行くぞ。ギアフォース、ゴムゴムのテオバズーカー。うおー、勝ったぞ。あなたたちどうして。ごめんなさい、やっぱり放っておけなくて。追って。俺もそれがいいと思う。行こう。ええ、うわ、なんだこれは。おかえりなさい。できた。なんか急に輪っかが光ってと。おそらくまだほつれを。力が戻った感覚もないし、エリザも。何か気になること。エリザの仲間と連絡が取れなくなった。ウォンバットってやつだな。ええ、そのウォンバットが海軍に捕まって連絡が途絶えるのと、エリザの正体がバレる。なんだかよくわからないけど、その。ええ、二重スパイだったという可能。ええ、それなら早くあいつに。すぐにヒスタリアに戻るぞ。
任せろ。いいもんがあるじゃねえか。行くぞ。無事にヒステリアには着いたみたい。あいつはどこだ。そう遠くにはいないはずだけど。あ、階段の下からかすかにあいつの匂いがする。本当か、チョッパー。さすがね。そんなに褒められたって嬉しくねえぞ、この野郎。嬉しそうだな。嬉しそう。よし、俺が案内するからついてこい。これはエリザが持って…エリザ…匂いはこっちに続いてる。ありがとう、チョッパ。私たちも…やべえ。ちょっと…どうしても何も、俺は海兵だ。やはり彼が二重スパイ。エリザ！あなたたち！来たな、麦わらのルフィども。貴様らがいることは報告で聞いている。エリザと共にまとめてここで捕まえる。そんなウォンバットさん。冗談などではない。俺は戦国元帥の命でお前らに近づいたのだ。しかし残念ながら有用な…そこで俺はスパイとして海軍に潜入した。そして革命軍の奴らと接触のある革命軍総本部までの航路情報を吐かせるというか…じゃあ私はまんまとおびき寄せられ…そういうことだ。総員、かかれ！よっしゃ、行くぞ！ええ。これ、相手が多すぎるぞ。大丈夫？チョッパ、大丈夫？待って。うん、ロビンが来るまで、俺頑張る！俺の多彩な変形点、見せてやる！モンスターポイント！行くぞ！ピアフォース！ゴムゴムの…キングコンデンカー！これからだ。あとは任せてもらって大丈夫よ。ミルフルール・ギガンテスコマーノ！くしゃ、
これ食え。助かった。覚悟しろよ。あいつの弱点はどこだ。俺が万能薬になるんだ。ありがとう。任せて。ミルフルールヒガンテスコマーノスパンク。ピアフォースゴムゴムのキングコンですか。この喧嘩今のうちに行きましょう。うん。くそ、待て。ウォンバットさん、でどこに行きゃいいんだ。ひとまず町の方へ行きましょう。おう、ここにフランキーがかけた旗なくなってんじゃねえか。リムの話ではヒスタリアはメモリアの過去の世界。つまりどうすんだ。ここを渡らねえと町の外には出られ。ん、ここを渡ればいいのか。よし、しっかり捕まっ。ゴムゴムのちょ、ルフィロケットうまくいったな。このまま町の外まで行くぞ。何？ありがとうありがとうよし、了解。ここは絶対に通さん。あの女を捕まえろ。麦わらの一面もろともだ。あら、囲まれたわ。大丈夫だ、ぶっ飛ばす。おう、へへへ、おー、力がこのまま帰る。おう、よし、行くぞ、お前ら。よし、よく、ゴムゴムの黒点落ちエンタフ、うわー、フロートワマ、ジェットバズチョン。これからだ。私は準備できてるわよ。ミルフルールヒガンテスコマーノストンプ。気を抜けんな。腹減ったな。ありがとう。任せろ。俺がやる。ピアフォースゴムゴムのキングコンデスカあとは任せてもらって大丈夫よ。よし、よく、ゴムゴムの黒点落ちエンタフ、うわー、フロートワマ、ジェットバズショック。私のな、ここまで来ればもう大丈夫よ。あ、そう、よかった。本当にありがとう。あなたたちがいなかったらきっと今頃ウォンバットに捕まってた。まさか彼が二重スパイだったなんて。仲間だと思ってたやつだもんな。うん、でも思ったよりショックはそうね。それじゃあ、お、気をつけてな。またな、エビ。そう、私の名前はエビザ。って違う。
わりわり。もう、またどこかで会いましょう。今度会うときは革命軍の一員としてまた会いましょう。おや、戻ってこられたみたいですね。ただいま。エリザも無事だったし、全部解決してきたぞ。エリザ？それって一度戻った時に言ってた革命軍絡み？ええ、革命軍ならサボにも会いたかったな。きっとまた会えるわ。そうだな、冒険を続けてりゃ。さあ、私たちは力を取り戻…よし、行くぞ。